こんにちは、月島です。団地の一室で何か作っております。見てみましょう。職人集団ベースの田中さんです。団地でよく見かけるので、あったら挨拶してね。グルメかすりイベントの土台らしい。蝶子台をつけて畳んで運ぶそうな。蝶子さんは、部屋が使用不能です。これ運ぶの大変ね。別の日にしっかり運ばれていきました。トラック5回分とからしい。ということで、やってきましたクルメカスリッチ。行ってみましょう。大盛況です。検温みたいのが終わったので入りましょう。千葉さんクルメって広いわね。見事なレッドカーペット。クルメカスリの生地が飾ってあります。あ、この板。田中さんが作ってたやつですね。すごいすごい。あ、団地の管理人さん。素敵な柄です。古典的な模様とか、モダンな柄とかいろいろあるのね。なんだか欲しくなってきたわ。いろんなブースがあるのね。お客さんもおしゃれです。素敵。このブースの木枠もベースの皆さんが作ったらしい。そんなベースの皆さんのブースです。スリオランプシェード。オアユランププロジェクトって名前で始まるそうです。超かわいい。この湯の部分だけじゃなく、木もくり抜いてるそうな。気になる方はインスタを追ってみてね。こちらはファブリックパネルとコンセントカバー。いい感じです。いろいろな用途で気軽にかすりを活用できる文化がいいですね。重松株式会社。かすりファッションショーもありました。モデルさん素敵。どっちも素敵よね。